こんにちは。第73世竹城の小学生、竹内睦弘です。第70代総理、鈴木善幸さんについて語りたいと思います。1980年7月、就任です。大平さんが休止したんですが、その後誰を総理大臣にするかで揉めたんです。すっげえ揉めたんです。各派閥は自分の派閥から出したい。田中派は出せないんですよ。田中角栄は、事件被告人中ですから。でも竹下さんにまた譲りたくないんです。田中さんはもう一回首相に返り咲こうと思ったんです。そういうことで誰にすりゃいいんだって困った時、一人があっさりと大平派から選んだらいいんじゃないかというザ派閥政治です。大平派で選んだらいいじゃんって、鈴木善幸さんがいるじゃないかって、ということで、で人畜無害な方です。問題のない方です。で、急に総理大臣になったんです。選挙の後で自民党は勝ってますから、まあそのまま、まあ事実上民主政治へ決まったようなもんです。2月7日、北方領土を制定しました。で、意外とこの年、善幸さんの時は、東北新幹線が開通します。大宮盛岡間。さらに上越新幹線が開通します。大宮新潟間、大宮は結構起点にして盛岡と新潟に行ったんですね。上越新幹線作る予算決めたのは田中角栄です。自分の家を通すためにぐるーってぐるーって回るような線の引き方しました。そして音羽サミットで大変な事件が起きてしまいます。鈴木善幸はたまたま総理大臣になったっていうことを自分で理解してます。だから、一回ぐらい、サミットでは、真ん中に、の方に立ちたいというふうに考えたんです。アメリカ大統領と議長国が真ん中に立つんですよ、大体。でも、いつも日本の総理って、端っこに離れてひょこんと立ってるっていう最低な扱いを受けてるんです。なんでかって言ったら総理大臣がコロコロ変わるから。善幸は心に決めてました。これが一世一代の晴れ舞台だ。私は真ん中に立とうと。そしてその真ん中に立つ秘策を思いついたんです。これを、そんなことは国際慣習上許されませんよって絶対外務官僚に言ったら、やめてくださいって、外務省の連中に言われると分かってるんで、善幸は考えたんです。秘策を。一流人と認められたら真ん中に立てるんです。一流だと。世界の一流人っていうのはどういう人か、一流人ってどういう人か、調べたら、一流のコックさんを持ってるんです。料理人を持ってるんです。そこで、サミットの前に密かに勉強して、で秘書官にも言わず勉強したんです。そして最後サミットが集まって全員の記念撮影撮るとき、あーって真ん中の方に入っていって喋り出したんです。おい、日本人が入ってきたと。わかりますか、当時のサミットは7カ国で夕食人種は日本人だけなんですよ。夕食人種は日本人だけなのに、その日本人が真ん中に入ってきたんですよ。横に大統領で、こっちはサッチャー首相がいて、他にもそうそうたるメンバーがいる中、真ん中に鈴木善幸が入ってきて、あーって、おいおい、全然喋んなかった日本総理大臣がなんか喋ったぞって言った時、鈴木善幸は言いました。 I have a great cock ってみんな動揺。I have a great cook! 皆さん、料理人の正式な発音は、コックではありません。クックです。クックです。コックっていうのは、おちんちんのことです。
グレッツ連邦は I have a great cock、 俺は巨大なチンチンを持ってるって言ったんです。でアメリカ大統領は下を指さして、 Are you great? って言ったら、 Yes, I have a great cock って言って、サッチャーさんなんかその場離れたもん。そして真ん中で笑顔で写真を撮ったんです。撮ってしまいました。そしてすぐ、外務省の政府高官たちが、総理素晴らしいです、真ん中に立たれてって、どういう会話されたんですか。いや、ちゃんと言ったんだよ。 I have a great cock って言ってて、総理その話他の人に絶対しないでくださいね、いいですね、飛行機乗るまで絶対喋んないでくださいねっつって、時間限りやってとりあえず時間給始めてくれ各国のっつって、各国の時間が集まってきて、悪いがって総理が言った発言については絶対他言無用にしてくださいとお願いしますっつったら、あのね、もうね、各国首脳は喋ってるよ、こんな面白い事件ないからみんな知ってるって、あーってなって、で帰りの飛行機で、総理大変申し訳ありませんって、あの真ん中に立たれたの素晴らしいと思いますが、一応、何を喋ったかは言わないでくださいって、なんでだって、いい料理人を持つというのは悪いことなのか、総理料理人の正式な発音はクックです、コックっていうのはおちんちんで意味満面の笑みを浮かべて飛行機の椅子に座ってたのに降りるときすごい暗い顔してたんですよ、鈴木伝子面白い人ですね。その後鈴木伝子がテレビに出たのは別の時なんですが、急に異常に若くなってるんですよ。何なんだこれ、若すぎるぞと思ったら、実は息子さんだったんです同じ顔してるんですよ。でも親思いですね、息子に大臣のポストをあげたいと思って娘の旦那に頼んだんです。娘の旦那に太郎くん、娘の息子をなんとか大臣にしてくれたいって言ったら、口をひまいで、わかりましたお父さんなんて、なんとか考えてみますって麻生太郎に頼んで、全校グレート全校の娘の旦那は麻生太郎やね、麻生太郎の力やったら大臣にできますから、その時で大臣になって、全校嬉しかったから自分の家の応接間にも記者入れて、息子は大臣になった、息子は大臣になったという、まあ親バカぶりははっきりしてて面白いです。グレート全校でした。ではまた。